どうも、カラドードラフセコ天気予報者の代表高野清です、えー。新潟ではですね、昨日から、あまあ、昨日とか、おとといの夜からですからね、おとといの夜というか、おととい一日,日からですかね、えっ、ー、と、大雪になってます。で、昨日すごかったんですけれども、昨日の朝ですね、すごかったんですけれども、まあ、結構新潟県三条市、ここの施設がある三条市も、もう結構降りました。ま、あヘトヘトになるぐらい雪かきしてましたね。頑張ってやりました。まあ、当にあのー、 急に来たって感じですよね。それまではちょこっとだけ降ったけど、まあまあ、平年通り、年末はそこまでかなと思ったけど、ドガッと引きました。今、柏崎今、今もなのかな柏崎ではね、えっ、ー、と、国道が、えー、まあ、立ち往生状態になってたりします。すごく大変ですよね。もう何時間も、いや、丸1日ぐらい経つのかな えー、もう動けない状態になっています。これも災害ですよね。災害レベルの雪ということであれば、あの、三女子で言うと、約5年前ですね。5年、約5年前に、えー、本当にもうこの辺の交通網が麻痺するような大雪になりました。本当に大変なことになります。で、雪もですね、あの、新潟の雪というと、ちょっとやっぱり、 水を含んだような雪になるんですよね。あと、ま、小節パイプで道から、あの、水が出たりしますので、それが含んで重くなります。で、その、お、雪をですね、処理する。スノーダンプとか、スコップとかでやるってことになると、まあ、結構腰にくるんですよね。やっぱ、体のパワーがないと、やっぱりしんどいです。僕はどっちかと,いうとこの辺はそこそこ強い方なんですけど、やっぱ腕が弱いので <laughs>、そっち側に来るな。 うまくこう、普段使ってないとこなんでしょうね。やっぱりこう手をギュッと力使っちゃうので、まあ、この辺がちゃんとこう体の回線とかも使いたいとか、体の腰を効かせて押すとか引っ張るとかができるともっと楽だったんだろうけど、ちょっと腕に来ました。肩方に,に来ましたっていう感じになります。ちょっとまあ左肩ルーズなんでそういうふうになりました。その時のですね、この戦骨院前の駐車場をですね、除雪した時のやつをちょっと タイムラプスで撮ってみたので、まあ、たたかたか10秒程度ですけど、えー、見てみてください。はいでもこんな感じですんごいしんどかったんですけども、あのー、やっぱり雪の処理するのに、体準備しといた方がいいですね。 急に来るんで、新潟の山上っていうと、まあ平野部でそこまで積もるところではないんですけれども、あの、時々やっぱり積もるし、今回みたいな災害級の話になると、やっぱり交通が結構麻痺したりとか、場所によっては下田地方では急行措置が取られたりとか、JR が止まったりとか、そういうことがしますので、そのレベルになるとやっぱり 人海戦術でこうしっかりと処理していくってことが大事になってくるので、まあ、その時に耐えられる体は用意してた方がいいのかな、準備してた方がいいのかなと思います。えっ、ー、と、そのためにですね、体がしっかりと動くこと、めちゃくちゃ大事かなと思いましたので、えー、そこをしっかりと体を作っていかなきゃなと思います。で、えー、ぜひですね、そういう時はですね、えー、のご相談いただいて、一緒に体を作っていきませんかって感じですね。あのー、やっぱり、 うまく使えてるかどうかっていうのは自分だけじゃちょっとわからない僕はですねやっぱり肩左肩弱かったのをちょっと放置してたところがあったので今はちょっと肩痛いですでまあコンディションするともうだいぶ楽になるんですけどやっぱりその常にですね体を準備してた方がですね何かあった時に楽だろうというふうに感じました是非ちょっとこの災害級の雪でですね、えー、自分の生活自分たちの生活というものを 少し考えてですね、健康習慣を作ってですね、えー、これの人生、えーまあ、自分の足でね、えー、動けるように、いろんな作業ができるように準備していってはどうかなと思いましたさあ、本当にもうこの雪の処理、すごく大変で、まだまだちょっと降っているところもあるので、えー、まだまだ大変なところはあるかもしれませんが、あ頑張って乗り切りましょう。えー、の皆さんお疲れ様です僕も 昨日うは頑張りました今日はそこまでしなくてもいい状態だったのでありがたかったですそれでは皆さん体に気をつけて頑張りましょうそれではまた。